算数クイズ。答えにすっきりする面白い両問、おまけ問題付きです。始めましょう。図で点 O を中心とする円の周の長さは 25.12 センチで、その円と長方形 OABC の面積は等しいです。点 A、点 D は円周上の点であるとき、赤枠部分の周の長さを求めてください。円周率は 3.14 とします。解説をします。円周の長さは 2× 半径 ×3.14 なので、半径は上のようになり、OD イコール OA イコール CB イコール4センチです。すると弧 AD は円周の4分の1なので、上のように表せます。また円の面積は 4×4×3.14 と表せ、台より長方形の面積と同じなので、AB の長さは上のように表せます。また DC の長さは上のように表せるので、赤枠部分の周の長さは上のようになり、31.4 センチが正解となります。おまけ問題です。一辺の長さが6センチの正方形と正三角形、半径が6センチの扇形2つを組み合わせた図において、色部分の面積を求めてください。円周率は 3.14 とします。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。